詩吟を中心にライブや介護施設で慰問を行っています。詩吟だけではなく歌、踊り、腹話術、お笑いなどを取り入れて皆さんに楽しんでいただけるようにやっています。また見ていただくだけではなく一緒に参加できるように工夫しています。詩吟は宗家から独立して吟道後衛会として活動しております。私自身はクラウンレコードの専属吟士であり、全国詩吟協会で全国優勝した経歴も持っています。私のお弟子さんたちも皆さんコンクールに向けて頑張っているので、人様の前でも堂々とご披露できるように慰問にも参加しております。詩吟の踊りは詩舞といって、2分の詩吟を踊るものなんです。詩吟の場合は男性とか女性とかではなくて中性なので、着物に袴という形で踊るんですね。私たちはみんなで踊る群舞というのをやっていて、千手観音とかお祝いの祝賀の詩っていうのを踊っています。私たちは詩吟だけではなく、もっとみんなが楽しめること、歌もあり踊りもあり漫才もあり、そして見ているだけではなくて皆さんも一緒に楽しめる参加型、毎回新しいものを皆さんにお届けしております。多くの人に笑顔と元気と勇気を与える、そんなねお稽古をしております。ぜひ呼んでください。まあね、オンラインもありますからね、簡単です。教えますから優しくね、ぜひ呼んでください。待ってます。